3番の松浦が切れるかどうか。さあ松浦が行きましたが北鶴が突っ張ります。さあここが松浦切れません。平原がここは4番手から5番手か。さあ3番の松浦が4番手、平原幸太が5番手、5番佐藤慎太郎追い上げました。平原幸太打賞では6番手となりました。北鶴翼が男気先行、熊本コンビ金型糸と瓜生鷹と両名駅連れ、北鶴翼が先行取りました。松浦裕二、佐藤慎太郎、この2人は4番手、5番手、そして平原交代か、諸橋、磯田、関東勢は6番手から8番手。さあ2コーナー枠、4番手から松浦がまくる、そして9番平原、さあ番手からまくって抵抗、金型糸番手まくり、そして9番平原外に返した。さあ平原交代の勢いがいい、番手からまくった金型糸、悲願の地元優勝目の前です。さあ金型糸の優勝、そして9番の平原か4番瓜生か、接戦ゴール前接触落車がありました。悲願の優勝がなった方しか金型糸を取った4番瓜生鷹とも、そして9番平原交代きましたが、ゴール前接触3番5番選手が落選となりました。悲願の地元優勝がなった方しか金型糸を取った糸、しかし接触落車がありました。残念ながら落車がゴール前やっています。 S 級の決勝戦です。ゴール体制は金型糸が先着、そして瓜生鷹も9番平原幸太、2番諸橋、ゴールはこの体制ですが、4コーナーから審議ランプが点灯しています。決定放送までは投票券はどうぞ大切にお持ちください。若手の両者は犬伏を抑えてきたカナが、前から6番は佐賀正気郎、残りはあと2周です。佐賀の番手回り、S 級 S 班は1番の新田雄大、ただ別線を気にしております。その別線は今並走状態、徳島勢と熊本勢、うち2番の犬伏一旦引きまして、中段は9番のカナが今打勝です。記念競輪五稜郭杯の決勝、6番の佐賀正気郎、前から先行できそうですが、後ろからは2番の犬伏も発進です。犬伏も一気に来ました。残り1周回、2番の犬伏優也、ここは6番の佐賀を叩いて一気に前に出ていきました。ただ後ろは離れつつも追ってくる5番の小倉隆二、さあ飛ばすのは2番の犬伏優也、番手まで差が開きますが、5番の小倉隆二、後ろからは9番の田中大斗も急接近、3コーナーから4コーナー、さあ迫るのは9番の田中大斗、短期先頭2番は犬伏優也、直線勝負先頭、さあ捉えていくのは9番の田中大斗、田中大斗優勝でゴール。2着は1番の新田雄大、勝ったのは9番田中大斗。前で7番の古生が構えて、4番山田マーク、近畿の両名、3番手4番手神奈川で軍事に佐々木、2番の神奈川が仕掛けて、残り2周回、先に神奈川がレースを動かします。1番軍事、6番佐々木、神奈川両名上がる、ジャン前2コーナーからバック、軍事が早め前に行きまして、2番の神奈川3番手、3番新山、9番佐藤、そして5番車の松本が乗っている北勢、上がってくる東北勢、前は3番車新山に代わって9番車の佐藤が2番手、追い上げて5番車の松本が後位3番手で、軍事が3番手、6番の佐々木が中段4番手、2番の金が6番手からまくる、まくる金が現在3番手、3コーナーを迎える、3番新山、9番佐藤が2番手、まくり上げる2番車の金が近づいて、まもなく4コーナー、捉えた2番車の金型糸、2番金型です。誘導の後ろが3番の山崎、
5番の山田、6番中本、そして8番の園田。九州4社の後ろの5選手はまだ動いていない。2センターから4コーナー、誘導から距離を取って後ろを気にする3番の山崎ですが、さあ最後尾から9番脇本、一気に上がっていった赤番周回に入りました。それに合わせて3番の山崎も前でペースを上げていく。2コーナーからバックストレッチ、さあ山崎に迫っていく2番の脇本、打掌が入りました。脇本2番手のアウトコース、これに対して5番の山田がブロック。4コーナーからホームストレッチ、先行体制は3番山崎。おっと脇本は交代だ、脇本交代、残りは1周。3番の山崎が先行していく、番手は5番の山田秀明、外から7番の松浦がまくってくる。2コーナーから最終バック、さらに上から1番の新田雄大、番手からは5番の山田発進しました。2センターから4コーナー、山田、新田、おっと落車、9番車、先頭はここで6番中本、中本先頭か、5番の山田だ、山田秀明だ、山田秀明先頭ゴール。しかし落車転倒のアクシデントがありました。最終周回第2センター9番の吉澤選手が落車転倒。山田秀明が脇本の前進を止めました。そのまま九州勢が先行してまくってきたのは7番松浦、1番新田。車間を少し取りましたが今は位置を上げていません。4コーナーを回りきりました。いよいよ勝負どころ、残り2周、赤番のホームから1コーナー、さあ3番の新山上がってきた、6番の松岡達弘、先行体制に早くも入ったか、ピッチをぐぐっと上げていきました。2番の郡司が5番手をキープ、そして5番の山田はその後ろ6番手に切り替えて、北日本勢は7番手以降に置かれた。2センターから4コーナー打掌過ぎ、4コーナー1番の金賀が早くも番手で車間を切りました。一列五条、レースはいよいよ最終周回、6番の松岡が前受けから突っ張り先行をそのままかけていく。3番の新山は後方7番手の展開、さあ1番の金賀が2角から発進です。2段掛けの熊本勢、8番中本、そして4番塚本、続いて2番の郡司いけるか、4番手手が出せるか、3コーナーから2センター、3番の新山は遠く前とはあまり遠い直線コース、8番中本翔英渾身の追い込め、1番金賀との争い、さらに外には2番郡司、8番中本翔英か。第12レース決勝戦、リプレイ映像をご覧いただきます。6番の松岡達弘、同県4社のカルテット、先頭で思い切って風を切りました。そして1番の金賀が2角発進、2段掛け、8番中本翔英が最後捉えて、迫る2番の郡司をも振り切った。8番の中本翔英 G3 初優勝がこの熊本地元記念の開催でありましょうか。1番の金賀2着、そして3着2番の郡司光慶、熊本の選手としては大きな区切り、そして新たな門出を前にした今回の開設73周年記念、見事制覇となりましたが、中本翔英5番に行った前段のうち、まだここは粘る感じになっています。今赤番通過残り800、愛知勢前段目指して5番に行ったは前段のうち絡んでいます。内からすくって抜け出すか、3機の選手は現在後方、5番に行った渡辺を連れて突っ張ってくる、鐘を迎えます、勝負の鐘。愛知勢中段戻って深谷と吉田、そして深谷が再発進です。新田突っ張り切れるかどうか、3機の選手まだ後ろ、牛山、田川、楽が最高峰のところです。上がってくる深谷、強烈ダッシュです。2番の深谷が上がってくる、新田が突っ張り続ける最終周回です。5番新田が問答無用の突っ張り先行、渡辺勝ちに2番手キープ、深谷一貫の終わり、4番中川一発飛び出した、外から一気にいった、7番吉田も仕掛けます、まくり合戦、4番中川短期でも強引にまくって3コーナー2車身リード、新田がいっぱいになった、7番の吉田、地元の渡辺4番手、6番の牛山その後になっています。九州の力、4番中川誠一郎短期先頭、同等 G1 初 V ゴール、やりました、4番中川誠一郎。佐藤を抑えまして、8番吉田が一旦前を切りました。さあ吉田が一旦前を切りました、6番和田まくるが現在5番手外に上げまして、1番中川誠一郎を一旦9番手下げました。5番吉澤純平は
現在6番手、さあ6番和田まくるが一旦前を抑える。その上から行きました吉澤純平がかけました打賞です。1番中川誠一郎、ここは4番手外に追い上げました。さあ4番手は平層2センターから4コーナー、7番松浦寺は5番手。さあ1番中川誠一郎ホームから負けていましたが、逃げたのが吉澤純平、マークの武田豊樹、その上から1番中川誠一郎。さあ中川ホームからまくった、中川誠一郎まくり切って切り替えたのが吉澤純平、武田豊樹、そして佐藤慎太郎。和田まくるは5番手、7番松浦寺6番手バックを通過。さあ200を切った最終バック、中川誠一郎ホームからまくりました。吉澤純平、武田豊樹まくった7番松浦4コーナー直線。さあ粘った粘った中川誠一郎、吉澤純平触ったか、中川誠一郎、中川9番佐藤慎太郎、中川誠一郎か佐藤慎太郎か接戦です。1番福井の脇本雄太、2番福島新田雄大、3番は山口清水博人、4番神奈川小原大輝、5番埼玉平原浩太、6番福島渡辺和成、7番は熊本中川誠一郎、8番群馬木暮康義、9番徳島小倉隆二、以上9人の対戦です。さあ体型は縦一列、人気を集めたのは7番の中川誠一郎。青番周回から赤番周回に入りました。各選手今のところ動きがありません。誘導を使って3番の清水、2番手が9番の小倉、3番手に入って5番の平原です。さあそして2番の新田は5番手、後ろからここで1番の脇本、脇本が飛び出してまいりました。昨年同様1番の脇本が決勝戦で風を切る展開、2番手が7番の中川、この後ろに4番の小原が続いて叩かれて、3番の清水が現在は4番手。さあ体型縦一列、後ろから福島勢2番の新田がまくってくる、新田のまくりは6番手のアドコース、4番手以降はちょっと立ち遅れているか、飛ばしていく1番の脇本、脇本がぶん回して飛ばしていきます。水槽が7番の中川誠一郎、さあそしてその横まで2番の新田がやってまいりまして、4コーナーもある、先頭中川、中川先頭、中川先頭で V ゴール。